この中にご父さんって方おられますでしょうか。参加者の方でおられませんね。はい、今朝のニュースで、今朝です。昨日の夕刊かな、昨日の夕刊で、後藤久野だっけ、久野さんが、とんでもないことを、ブログで51歳ね、あんまり変わんないんだよ、情けない TPP 担当ですよ。とんでもないことやって、一晩で3年分のなんか日中ブログを消したらしいんですけども、その中でたくさんの居宅が取られてますんで、皆さんもいろいろ後藤久典という名前で、検索したらたくさん出てきます。で、先ほどの話なんですけど、ババア締めとか、一般の、例えば河川敷で野球やってる人に対して、ゴキブリで行ったりとか、とんでもない発言ばっかりやってます。で、こいつがですね、また犬を飼う、可愛いワンちゃんを飼ってるんですが、ワンちゃんの、耳をこうなんか、こういじめるのが趣味だったみたいなんで、よく飛ばしたりとか、耳をなんかくっつけて、ゴムかなんかで、で、毎日いじめてたみたい。マジで感謝だな。11歳にして、文章を読むと2ちゃん用語丸出しで、で、まあ、私もね、ツイッターとかでよく炎上させるんで人のことは言えないんですけど、本当にひどい、とてもじゃないけどね、こういう立派なね、経産省みたいなところに勤めてる人とは思えない。で、あと数年経てば、その後藤さんも、穴二人先に行くと。で、穴下りって書いてましたね、後藤さんは。穴下りじゃなくて、穴下りって。で、まあ、そういう人間が、こういう官僚の中にいるっていう事実、これは我々がこの事件は絶対に許してはならない、絶対に忘れちゃいけないことだと思います。で、また復興庁にいた、ちょっと名前忘れたんですけども、水野です。ね、副作用とか言ったりとか、どうもね、日本の、その官僚っていうのは、時の政権にどうもそういうふうにぐんぐんぐん流されるみたいなんで、多分その国家主義者と言うなら言え、安倍で、後藤さんっていう方も、どうも民主党のものすごくディスプレイみたいなんですね。で、やはり安倍になってから相当考えを緩んできてると思います。やっぱりこういう考えの人間方が、非常にやっぱりこういう省庁に多いということですね。で、私たちは先ほど言いましたけど、この事実を絶対に忘れてはいけないし、そういう人間を許してはならないと思います。あと、打席ながら今朝の新聞で読んだんですが、やっぱり電気代が上がったりとか、今そういう状態になって、皆さんいろいろ苦しいと思います。大学事情は。で、でも東北電力が、今年の夏の賞与を見送った代わりに20億円全部山分けしたらしいです。東京もなんと賞与としてならって、まあ、特別賞与とかいった形で20億円を山分けしてるそうです。で、やはりここにも電力会社の嘘が全部隠されてますんで、近いうちっていうか、来週ぐらいに、あとでまたちょっとポッチャーとか話すんだけど、来週ぐらいにまたちょっと官庁長官邸の前で1年ぐらいちょっと講義やろうかなと思ってます。で、今度はカラオケ祭りじゃなくて、先生のことを怒りの講義やろうと思ってますんで、またその時にツイッターで流しますから、参加できる人はぜひ参加してください。お願いします。